マイタウン水戸。この時間は水戸市の話題や情報をお送りします。おはようございます。今あきこです。今回は子どもたちが楽しく遊んでいるところへ行ってきました。皆さんは家庭的保育事業をご存知ですか？今日は家庭的保育というのを行っているお宅にお邪魔しているんですけれども、お子さんたちもいっぱいいるんですよね。さあ、ここで水戸市教育委員会事務局幼児教育課の足立恵美さんにお話を伺います。家庭的保育事業、これはどういう事業なんでしょうか？はい、家庭的保育事業は家庭的保育者が自宅などで生後6ヶ月から3歳未満の乳幼児を家庭的保育者1人につき3人までお預かりする事業です。茨城県内では水戸市が一番初めに平成22年度から事業を開始しました。現在茨城県内では水戸市と阿見町で行っています。先進的な取り組みということなんですね。どういった特徴があるんでしょうか？はい、家庭的保育事業は少人数の保育のため、お子様一人一人の発育や生活リズムに合わせた保育が可能です。また家庭的保育者の自宅というお子様が普段生活している環境と近い場所で保育を行うため、リラックスしてのびのびと過ごせると思います。この家庭的保育者というのはどういった方々なんですか？はい、家庭的保育者は水戸市在住で自宅等に6畳以上の保育室があって、就学前のお子様や介護を要する方がいないなどの要件を満たした方が市の審査を通過して研修を終了した上で市に家庭的保育者として登録をしている方です。現在水戸市には5人の方が登録しています。そうなんですね。家庭的保育者にはどうやって応募すればよろしいんでしょうか？はい、募集要項をご覧の上、応募に必要な書類を幼児教育課に提出してください。募集要項は幼児教育課や水戸市のホームページ上で配布しています。平成26年度の募集の締め切りは5月末です。保育士資格をお持ちの方は8月末まで受け付けています。水戸市に登録した家庭的保育者が自宅で保育する家庭的保育、この日は水戸市米沢町のベリーベル鈴木保育室へお邪魔しました。庭や保育室には子ども用滑り台などもあり、子どもたちは楽しそうに遊んでいました。家庭的保育者の鈴木さんと千葉町の小さなお家平野で保育を行っている平野さんにお話を伺いました。平野さんは平成23年度、鈴木さんは平成24年度に研修を受けて家庭的保育者になったそうです。きっかけは何だったんでしょう、平野さん。はい、ちょうど私の目指している保育をしたいと思って模索しているところでした。で、たまたま水戸市役所で家庭的保育が始まりますということで教えていただいて、私がやりたいことと全くぴったりだと思いました。そして何よりも私の大好きな自宅で仕事ができるというのが本当に素晴らしいと思いまして、で応募することにいたしました。はい、平野さんは保育に関してはやはり以前も関わっていたことがあるんですか？はい、18歳からずっと保育に携わることをしてきてここまで来たということです。なるほど。さあ、そしてベリーベル鈴木保育室の鈴木さんはいかがでしょうか？はい、私が保育ママになるきっかけはある図書館の方に出向いた時に保育ママさん募集というチラシを拝見しまして、その時に自宅でできるということが一番のきっかけだったんですけども、子供を置いてちょっと外に出るのがまだ早いかなという形で、子供の様子も見ながらも子供が大好きですので携わっていけたらなっていうことがきっかけでこちらの方の保育ママさんの募集を応募しました。はい、鈴木さんご自身はその保育に関係したお仕事というのは携わっていらしたんですか？はい、独身の頃は全く携わっておりません。自分の夢を叶えるような意味で研修を受けて念願叶って保育ママになりました。お二人のように保育士の資格を持っている方もそうでない方も水戸市が行う研修などを修了して登録ができます。特に保育に関わっていなかった鈴木さんにとって研修があったことは大きな後押しになったそうです。
だいぶ市のバックアップというのを確認できた研修だと思います。保育という実になり教養なりをしっかり身につけて1年かかりましたけれども、それをやったことですごく今に、ね、生きているような感じはします。この家庭的保育事業のいいところ、どんなところだなって感じられますか？まさしく手厚い保育をですね、受けられるということですね。体調が悪いとか機嫌が悪いとか、どういう具合で怪我をしてしまったのかっていうのを、逐一保護者の方に丁寧に説明できるのがメリットかなと思っております。平野さんは理想の保育というふうにお話もありましたけれども、どういう時にやりがいを感じられます？そうですね、一つエピソードをお話しますと、男の子たち3人をお預かりしていた時に、いつも遊びに行く公園に行きましたら飛行船を発見しました。で、私もそれから補助者の先生も生まれて初めてで、もちろんですから子どもたちにとっても生まれて初めての飛行船だったんですが、午前中ずっと飛行船を、本当にゆったり飛行船を見た半日でした。もちろんカリキュラムがないわけではありません。そこが家庭で暮らしているのと一緒で、何かアクシデントが起きた時にそのアクシデントさえも楽しむ、でそれを子どもたちだけでなくて私たちもそれはとても幸せな思い出になっています。なるほど。本当に臨機応変にその時の子どもさんたちのご興味が示すところにスッと対応できるってことなんですね。そうですね。で、そのためにはいろいろなことを勉強していかなくてはいけないし、その時の子どもたちの様子というのも的確に捉えなくてはいけないので、そこがまさしく私が理想としているというところなんですけれども、はい、お話の中に補助者の方がいらっしゃるというふうにお話を伺いましたが、はい、こういった方もいらっしゃるんですね。はい、そうですね。補助者も水戸市の研修を受けて、正式な保育補助者という立場になっております。で、補助者をつけますと一軒のお家で最大5人までお子さんをお預かりできるということになっていますが、私のところではお預かりする人数が2人でも3人でも補助者をお願いして、大人が2人でということで保育をしているところです。なるほど。先ほど鈴木さんがおっしゃった手厚いというところもさらにということですね。はい、補助者がいることで私もですね、力強い本当にサポーターになっていただけることが何よりなんですけども、私は補助者の方が、3人おりまして、要はタイムシェアリングをしていただいて、自分の生活と仕事をこう両立させていくような形をとって、5人のお子様を現在保育しております。家庭的保育者になってからもいろいろな支援が受けられるのですね。これから家庭的保育者としてどのような活動をしていきたいと思っていらっしゃるのでしょうか？先日我が子の2分の1成人式というイベントに参加してきまして、一人一人ね、将来何になりたいかっていうのをこう大きな声で発表するんですが、そこで保育士になりたいっていうお子さんがたくさんいたんですね。その保育士になりたいというね、思いと、今待機児童がね増え続けているのと、あとのこう保育士の担い手がそれに追いついていかない状況があるので、できたらね、その言った子どもたちが将来こう保育ママになれるってい こう選択の一つになったらなっていうふうにちょっと最近感じまして、一人でも多くの保育ママさんが増えたらいいなっていうことをこう切にこう思いながら、日々子どもたちと楽しく接しながら生活しています。はい、確かにお子さんを預けるっていうことを考えると、保護者の皆さんも自分の子どもはどういうタイプのところがいいのかなって多分考えてらっしゃるんでしょうね。そうだと思います。で、私のところに来てくださる方は、選んでくださる方が多いというのが大変嬉しいことで、保育形態いろいろあります。この時代のニーズにお応えして、働くお母さんたちを応援するという意味で、この家庭的保育ぜひご利用していただきたいと思いますけれども、お二人非常にこう充実した時間を過ごしているんだなというふうに感じました。そんな家庭的保育者の支援を行っているのがこちらの方です。
家庭的保育支援者の金沢清子さんです。いろいろなその家庭的保育者の方々を支援されていらっしゃるということですけれど、どういうことを心がけてサポートされているんですか？まずはですね、お子さんと仲良くなりながら、家庭的保育者の方とも、コミュニケーションを図りながら、成長の過程というものもやっぱり保育者と一緒に共感し合いながら、そういった気持ちで訪問をしているんですね。どういった方にこう応募していただきたいところがありますか？そうですね、やっぱりお子さんが好きで一緒に成長を共感し合えるような親御さんのね、バックアップといいますか、少し子育ても手助けになるような、そういった仕事を皆さん心がけていると思いますので、何よりはやはり楽しんで関わってほしいかなって、大事なお子さん預かっているので神経やはり使っていると思うんですよ。でもその中でその日をいかにお子さんと楽しく生活していくかなっていうのが一番の仕事の生きがい、やりがいじゃないかと思ってるんですね。保育士のお仕事をされていた方、そしてそういうお仕事はされていなかったけどという方、いろいろな方がいらっしゃいましたよね。いろんな方が家庭的保育者になるための支援体制というのは水戸市でも充実しているということなんですね。そうですね、今ここに来て土台作り、基礎作りというものが今やってくるくださっているので、それらの方も反映されて、皆さんね、こういった事業というものも関心度も高まって増えていくことを願っているところです。なるほど。じゃあまだ私は保育士の資格は持ってないしなんていう方でも、お子さんがお好きとか情熱を持っていらっしゃれば大丈夫ということなんですね。十分可能だと思いますので、ぜひたくさんの方がね、この保育ママになられることを望んでいます。いかがでしょう？できるかもしれないと思った方は、ぜひ家庭的保育者へご応募ください。改めて幼児教育課の足立さんです。家庭的保育事業はもともとは待機児童解消を目的に始まりましたが、待機児童の解消につながるだけではなく、家庭的な雰囲気の中、一人一人の発達や生活リズムに合わせた保育ができる魅力的な事業です。家庭的保育者の募集は3月1日号の広報水戸やホームページ上で案内しています。皆さんの応募をお待ちしています。また水戸市は家庭的保育事業を利用するお子さんも募集しています。本日お話をしていただいた千葉町の小さなおうち平野さん、米沢町のベリーベル鈴木保育士さんをはじめ、三河町のハートハウスさん、三河三丁目のオレンジハウスさんが4月からの利用児童を募集しています。利用をご希望の方は、利用を希望する月の前月15日までに三の丸倫理庁舎内の幼児教育課へ申し込み書を提出してください。お申し込みお待ちしております。最後に、水戸市は新たな取り組みとして複数の保育者がグループになり乳幼児を保育するグループ型小規模保育事業の実施を計画しています。詳細は今後市のホームページ等でお知らせします。よろしくお願いいたします。今回は家庭的保育事業についてでした。マイタウン水戸、今晃彦がお送りしました。